はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、シャイニートレジャーの詳細がまた少し発表されましたね。その中からコレクション要素として人気が出そうなカードとしましては、まずピカチュウ、ライチュウセットですね。色違いとして収録される予定で、色が濃いピカチュウ、ライチュウとなっていますね。さすがにマスボのような価格帯にならないとは思いますが、初動は高く販売される可能性はあるため、欲しくても再販も多くあると思いますし、購入は控えた方がいいのかなと思っております。次はサーナイト EX SSR とミュー EX SSR です。表紙などにも載っていましたが、ついに登場してきましたね。まずサーナイト EX SSR が登場したことにより、サーナイト GX SSR の買いが少し高まっている印象ですね。直近でのメルカリでの高値では9000円での取引があり、購入相場的には4500円から8100円での取引がありました。ミュー25周年 UR も買いが入っており、直近でのメルカリでの高値では約14,500円での取引があり、購入相場的には9000円から14,000円での取引がありました。現状ではサポート系のカードはジャッジマンしか発表されておりませんが、このカードたちの色違いは来るのか。もし来るとなれば本当に最強のボックスになりますよね。来ないにしても何かしらのサプライズは欲しいところです。皆様はどのようなカードたちが封入されてほしいですか？よろしければコメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。